はい、はい、今週の質問コーナーです。ありがとうございます。質問コーナー、はい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 、今週もいただいております。はい、皆さんお疲れ様です。お疲れ様です。ズバリシナモンの使い方を教えてほしいです。お菓子作りに使ったのですが、他の使い道がなく、いつまでもなくなりません。何かの隠し味的に使うことはできないでしょうか。これはでも調理場でもあるあるだよね。必ずいつのってなんか5年前のとか出てくるよね。どうするって。最近これ解消したのね。そうですね。うちのあのお店ワイナリーで出してるポルペッティっていう豚肉のひき肉の料理なんですけど、それに入れるようになったらもう在庫なくなりました。いい隠し味になるんだよね。そうです、うん、いいと思います。あとはまあミックススパイス、ね、入れるといい味を出してくれますので、いろんなスパイススーパーで買ってきて、そのうちの一つをシナモンにして、まあ、鶏にかけたり、今このミックススパイスってすごい流行ってて、なのでおすすめです。はい、あとねチャイにねこう混ぜるような使い方もあるので、ミルクティーにね、そうです、ちょっと入れればチャイ風なね飲み物ができるんじゃないでしょうか。はいはい、はい、こんなんで、はい、参考になったでしょうか。はい、はい、よろしくお願いします。また質問待ってます。はい、よろしくお願いします。